いで初めて痛みが消えることを科学的に証明したんです。だから科学的に痛みが消える証明をしたことっていうのは世界でまだなかったんですね。で世界で初めて成功してこれを証明して発表しました。で筋肉の中に血管や神経が通ってるんですけど、血管とか神経を潰すことによって血液の流れが悪くなって、まあ、血行不良が起こってですね、痛みとして感じてます。そういう仕組みになってます。でこれなんで血行不良が起きると体が痛くなるんだって話をすると、すごい細かく話すとここで1時間かかっちゃうんですね。細かい本当に話をしてる。ですから、とにかく筋肉硬くなれば体痛いんだ、肩凝った時に触ったあの硬くなれば痛いんだって思ってる。でこれ骨盤が歪んでるから痛いんじゃないんですよ、ね、筋肉痛いほど腰の筋肉硬くなって、痛みがあるほど筋肉硬くなって縮む力が働いたんで骨盤を引っ張ってる。